台湾の総統選挙は昨日開票が終了し、台湾独立志向の与党民主進歩党蔡英文総統が史上最多の817万票を獲得し再選されました。蔡総統がですね、今再選を決めステージで勝利宣言をしました。台湾の総統選は反政府デモで混乱する香港情勢を背景に、中国との関係についての有権者の判断が争点となっていました。投票率が 74.9% に上る中、蔡氏は親中派の最大野党国民党の韓国瑜高雄市長に圧勝、習近平指導部からの台湾統一の圧力を拒否する姿勢が評価された形です。一方、中国の国営メディアによりますと、中国政府は蔡氏の勝利を受け、いかなる独立の企みや行動にも断固反対だとコメントしています。